ちょうど17年の6月の、5日だったと思うな。5日に、水戸上で日本が、まあ初めてまず大事を受けたわけだな。日東を攻撃するために、はい、飛行機を飛ばして、はい、そして向こうを攻撃して帰ってくると、はい、そういう時期に敵の機動部隊がおったもんだから、それがまあ不意をつかれたようにもう我々もこう見てて、ああ味方の飛行機が帰ってきたなというような感覚でおったんだな。それ船を収容するときは航空母艦をもう進路をまっすぐに取って、はい、そして、あれなんだな、速力もダッと下ろして、そして、自分の船を、飛行機を収容するために、そういう体制に入ってやる。ほうほうほう。その時期に、味方の飛行機が帰ってきた時期と同時に、敵の船が、まず、爆弾を、急降下して爆弾を下ろして、だから、まず、赤城、総流と一緒にやられちゃう。もう、だいたくも、もう、黒い煙って何よりもう真っ赤な炎だけ。炎だけ。それで、その飛行機、飛行の看板から、人間がもう、ボロボロ、真っ赤に燃えるとこから、海面に落ちてくるやつ見えるわけよな。そうしてのうちに今度は味方の飛行機が爆撃をして帰ってきたんだけども、ところが降りる船がないわけだから、はい、そうすると皆燃料のあるうち領艦の周りをぐるぐる回って、そしてもう海にバーンパッと突っ込んでいくわけなんだな。いや、ほんに涙なくて見てらんねえよ。マフラーみな、白いマフラー、かけてきのそり振って、そして、さよならという。さよなら、さよならつって、して、ずーっとっと。なんで燃料ねえなだから、それ以上飛んでいらんねえし。だから、降りる船はないし。その時、大体、1000機飛ばしたんだから、まあ、ほて、支流通船が助かって、それにできるだけ収容して、逃げたんだけども、途中で、支流も捕まってしまって、これも爆撃食って終わり。それで、結局、ミッドウェイの戦争で、もう、制空力っていうかな、はい、これは全く失ってしまったわけだな。優秀なパイロット、千人と千機の、飛行機を失ったわけだからね。それにはまったく、それで続くように我々もその敵が爆弾を下ろして、私の船もどんどん攻撃されて、50キロ爆弾2発艦橋に食って、それで4メーターの6メーターの穴が、無限の環境の下に空いて、で船はまあ傾いて、いろいろな応急処置をしながら、まあ、ようようにして、まあ、生き延びたんだけれども、その間、うちの船でも200人ぐらいは亡くなったし、まず、あとは負傷者は、場合言っても、400人ぐらいな、死亡者が出たわけだ。それで、まず看板にはもう血のりがもう1センチもダーッとたまるほど、もう
伝わっておったっすよね。仲間たちの血だよね。仲間たち。それで、その死んだ人をまあ全部命せずに下ろすわけにいかないから、亡くなった方は知らないから看板の本殿の脇あたりにこうマグロを積んだみたいにダーッと積んでおくわけでね。ちょっと私の引いたい部下になったんだけども、これなんかもその妻っちで、それでちょうど田淵つう方なんだ、田淵さんつう方だったけど、これがこの頭にこう大きいなあ穴があったもんだから、これはダメだなと、貫通だなということで捜査積んでおったんだけども、ところがだん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 死んだ人の中に詰まってるもんだから、引いてきたもんだから石がついてね、こうってもろもろもろって人を発見なきゃで起きてきてよ、こんなお前生きたのかなんて。それから今度はそれを事務室に治療したんだけども、運んで、助かった思う人もいるし、実際まず悲惨で、まず亡くなった人もいるし、富樫さんやと山形県の人間だったんだけど、この子その断片でダーッとこう腹盛りで、ここから腸を全部出して。血の湯の中であれしたな、私が言って、ああこれは内臓にも近接しない大丈夫だなということで、今度は手で掴んで腹をこの中突っ込んで、そしてそのさあの服の軍服を畳んでこうさ当てて、そしてあのギートルってあのしてかしに巻きシャワーにつないで、それでぐるぐる巻いて。それで下に下ろしてやったんだけども、この人も助かったわけだな。それがまあ医療室にすぐ塗ってやったんだけども、まずそれからお尻を半分持ってがっちゃうやつもいるしね、こうダーッとお尻にそっくり持ってがれて、そういうやつにもやっぱり応急手術してやって、それがあの滋賀県の方だったけど、これなんかも俺後からお会いした時はちょっと足をつっていたけれども助かっておってね、お前に助けられちゃうんだなんてお互いになっていう話も聞いてあったんだけども、まずものすごくあの悲惨なものだと思ったんだな。しかしやっぱり陸上と違って船っていうのは逃げる場がないわけですね。逃げる場がないし、爆弾が降りれば爆弾の破片と、それから蟹で出るもんだ、その全部鉄筋が飛んでくるわけよ。もう小さい扉みたいなやつなんかブンブン飛んでくるから、そういうやつで頭やられるとかね、お尻をみんなあの取られるとか、そういうことに。なってしまうんだな。それでまず療養にして、つくまも幼児からがらつうかトラック等に入って、それで応急処置をして栗林軍港に帰って、修理したんだけれど、しかしね、もう吉田さんよく助かったね。まず命なんか何回もこれはもう死ぬも生きるも神一人でね、その新島攻撃なんかは私どもはそういうその攻撃というのはほとんどなかったけども、あのそれからの後の戦争というのはしずりずだったよな。だから戦争は二度とやるべきにもないし、だからやっぱり平和というものはありがたいもんだと思っているんだけれども、その中で言ってやっぱり戦争に今までの侵略戦争でやって全面的に日本が悪いというようなことを言われると、それはちょっと違うじゃないかと。それならば
6万何千の兵隊がこうやって死んでるんだけども、何のためにその人間が死んでいったんだと。やっぱりお国のため、それから家族の安泰を狙ってみんな死んでいったんだからよ。それではまだきれい命にしはないかと思うわけな。だから決して戦争を私は美化するわけでもないし、肯定するわけでもないんだけれども、やっぱり亡くなった人の身になって、やっぱりもう少し思いやる、思いやりのあるものを発言をしてもらいたいと思ってんだよな。